植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はドラセナの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。緑色の葉に黄色い中符が縦縞模様に入るドラセナ、幸福の木とも呼ばれ、縁起が良いため新築祝いなどに贈られることが多い人気の観葉植物です。幹を丸太状にカットして根深せたものが流通しています。それではよくある質問の一つ目です。ドラセナは単位性が強いの？育てる場所に関して教えてください。ドラセナは単位性があり、室内で育てることができる人気の観葉植物です。直射日光に当たると葉焼けすることもあるため、レースカーテン越しの明るい部屋に置きましょう。1日に5時間程度は日に当たる場所に置けると良いです。ドラセナは暑さには強いですが寒さに弱いです。冬は必ず室内で管理しましょう。ただしエアコンの風が直接当たらないように注意してください。また夜は冷え込みますので窓際から少し離してあげましょう。続いて2つ目のよくある質問です。冬越しで気をつける点はありますか？冬は基本的に室内で管理します。窓辺から離して管理しましょう。ひょろひょろと徒長しないようによく晴れた日は日光浴をしてあげましょう。ただし葉焼けには注意してください。気温が10度以下の日が続くと休眠期間に入ります。この期間は水を与えても吸い上げません。葉の表面が多少シワシワになっても焦る必要はありません。ただ暖房の効いた部屋などに置いてある場合は乾きすぎに注意して水をやりましょう。3つ目のよくある質問です。植え替えや剪定などの管理方法に関して教えてください。植え替えのタイミングは春から秋、5月から9月頃です。水やりしても水が染み込まなかったり、鉢底から根が張り出している時などは根詰まりしている可能性が高いです。一回り大きな鉢に植え替えましょう。ドラセナは放っておくと背が高くなります。ある程度の高さで枝を水平に切りましょう。切り口から新芽が出てきます。葉の先端が黒くなっている場合、黒い部分だけ斜めに切ってあげると良いでしょう。また花芽を伸ばした場合、エネルギーが花に行ってしまい株が弱るため、花芽を摘んでも良いでしょう。最後にドラセナの育て方の基本情報です。水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと、冬は水やりは控えます。肥料を与える場合は春から秋にかけて2ヶ月に1回プロミック観葉植物用を与えましょう。病害虫は肌に貝殻虫に注意です。見つけたら薬剤の散布も。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。